大口博士がアドバイス、歯の健康クリニック。歯の健康は心と体の健康にもつながる大切なこと。今日も歯に関する疑問、質問、悩みなどについてアドバイスをしていただきます。アドバイザーは骨をドリルで削らない、痩せた骨でも対応できる大口式インプラントの考案者、大口博士歯科クリニック理事長の大口博士先生です。先生おはようございます。おはようございます。おはようございます。さあ今朝の質問これです。はい、入れ歯がだんだん合わなくなるようにインプラントもだんだん合わなくなっていくのでしょうか。はあ、はあ、これなんか入れ歯だと痩せていくからとかっていうようなこと言いますよね先生。そうです、ね、そうです。入れ歯はですね、噛む力を支えるために、粘膜で支えてるんですよね。粘膜でね、はい。でまあこうしてって歯にですね、はあ、クラスプのような金属の鋼のようなものをですね、引っ掛けてですね、歯にも負担かけることがあるんです。それで、歯にも悪い、ちょっと悪い影響があるんですよね。それと粘膜で負担するので、その下 1.2 ミリから2ミリぐらいの厚みなんですけどね、粘膜は、その下は骨なんですよ、で実は骨に直接力が加われば骨は痩せないんですけども、入れ歯はですね、どうしてもですね、噛む力がですね、粘膜に加わってしまうので、骨がどんどん痩せていくんですね。インプラントはこれ、だんだん合わなくなっていくんですかってご質問なんですけど。はい。それでですね、インプラントの場合は、直接骨に、穴を開けてですね、ドリルで削るって穴を開ける場合と、大口式のように細いピンホールから広げながら、穴を作るという場合と2通りあるんですけどもね、いずれにしても骨に、力がかかってくるんです。はい。そうすると骨に刺激が加わりますので、骨というのはですね、刺激が加われば痩せようとしないんですよね。やはり筋肉と一緒で使っておれば、筋肉が痩せないと一緒ですね。それで骨もですね、やはりインプラントで、物を噛めばですね、骨に直接力が加わりますので、骨は、痩せようとしない、つまりそのままの形を維持しようとするわけですね。症例によってはですね、インプラントを入れることによって痩せた骨がですね、太くなるという症例もあるんですよ。つまり健康に戻ろうと、元の歯のあったような状態に戻ろうとする、そういう力も作用するわけですね。それでインプラントというのはいいことが結構ありましてですね、調整ももちろんそんなにしなくてもいいんですね。半年に1回か1年に1回、前にお話しましたよね、相手の歯が天然歯の場合、自分の歯の場合ですね、相手の歯が、インプラントの相手の歯がね、相対する歯ですね、少しずつ降りてくるんですよね。降りてくる、つまりインプラントと天然歯とかませる場合は少し透かせるようにするというふうにお話し前しましたけれども、なぜかというと、グッと噛んだ時に天然歯同士だと沈みますよね、インプラントは沈まないので、そこの加減をですね、しっかりしないといけないわけなんですけども、だいたい数ミクロンから、それぐらい、数ミクロンから十数ミクロン。隙間を作ってるんですね。隙間を作るんです。作ってるんですね。なるほどね。歯根膜の厚みの分だけ隙間を作るんですね。そうすると、ギュッと噛んだときに、インプラントに対する負担と、自分の歯に対する負担が同じぐらいの負担になりますのでね。なるほど。そういう手加減をするわけなんですけども、それをやっていてもですね、やってるがゆえですかね、相手の歯が少しずつ伸びてくるんですよね、どうしてもね。そうすると、やっぱり半年か1年ぐらいに一度ぐらい、調整をしなきゃいけないケースも出てきますね。なるほどね。骨に直接、顎の骨に直接固定するので、合わなくなることはないと、こういうことですよね。そういうことです。それで、顎位をですね、顎位っていうのは、顎の顎ですね。そうですね、そうです。顎の顎です。噛む時の筋肉が収縮をしたり、伸展をしたりして、噛んだり、口を開けたりするんですけども、その
顎の位置を支えてくれるための非常に大きな重要な役目を果たします、うん、はい。つまりブラブラの歯ばっかりだとグーッと噛んだ時にブラブラの歯同士だとその顎の位置を安定させないので、うん、どん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 顎の位置が下がっていくというか、うん、小さくなっていくというか閉じていくんですよね、はい、でそういうケースを防いでくれるのはインプラントなんです。はあ、なるほどね。という観点から見ると、インプラントを入れることによって、ご自分の歯の、隣の歯がですね、例えば自分の歯でですね、グラグラしている場合、ブラブラしている場合、動く場合ですね、はい、インプラントを隣に入れることによって、そのブラブラの歯がですね、固まってくるということが結構あるんですよ。へぇ、すごいことです。それで、ブラブラでですね、もう抜かなきゃいけないなと思っている歯でもですね、ずっと持ってるということがすごくありますので、はい、インプラントはね、最近ねインプラントの事故のことすごく多いんですけども話が、うん、非常に利点もありますので大きな利点がありますのでぜひですね、はいはい、人生の中でインプラントをしっかりとご活用なさってですね楽しい人生、はいね、楽しい食事をされることを願っております。はい、先生どうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。アドバイザーは大口式インプラント考案者大口博士歯科クリニックの大口博士先生でした。以上、大口博士がアドバイス歯の健康クリニックでした。